コーンレークはアメリカ合衆国ミシシッピ州の北西部デソト郡の都市であるテネシー州メンフィスの南数マイルにありテネシー州との宗教と至近距離にある2010年国勢調査での人口は26,066人だった2000年国勢調査時点の人口14,099人から85%の増加だった市名は市の西にある 三日月湖から取られた。ホーンデイク市は、デソト郡の北部にあり、座標では、北緯34度57分31秒整形90度2分35秒、北緯34.95861度整形90.04306度、34.95861-90.04306に位置している。市の北、東、南東は、サウスヘイブン市と接している。 アメリカ国道51号線が東側市境の大部分を構成している。北に15マイル行くとメンフィス市中心街となり、南は9マイルで、群町所在地のヘルナンド市である。週間高速道路55号線が市のすぐ東を南北に通っており、出口287号と289号からアクセスできる。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 地域全面積は16.3平方マイルであり、このうち陸地16.0平方マイル、水域は0.3平方マイルで、水域率は1.98%である。ホーンデーク市内には、シカゴを本拠地とするニューリーウェッツフーズの工場があり、食品加工業や飲食業のための食品コーティング、香味料、その他添加物の製造を行っている。 カードゲームのコントラクトブリッジの大会などを運営するアメリカンコントラクトブリッジリーグの,の本部がホーンレーク市内にあり関連する伝道、博物館、図書館もある。ホーンレークの公共教育はテッソト群教育学区が管轄している。2001年ホーンレーク市は市の西部に接していた数平方マイルの領域を併合し人口では約6000人を加えた。 コーンレークは、アフリカ系アメリカ人の人口が急成長してきており、程度は劣るが、ヒスパニック系の人口も増えてきた。2010年国勢調査では、ヒヒスパニックの白人の構成比が56.3%、アフリカ系アメリカ人33%、ヒスパニック系8%、アジア系1%、アメリカインディアン0.4%、根結2.3%となっていた。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。エルビス牧場はエルビスプレスリーがその生涯の最後の10年間で所有していた広さ154.5エーカーの牧場であり、ホーオンレイク市内にある。ありがとうございます。